奥に行ってくれ。おっと、出てきやがったか。だがこんな時に。電源を復旧できるかな。電源ならあのライトが転がっている方にあったはずだ。停止してみろ。何かわかるかもしれない。OK。 オッケー。妙なものがあるな。夢の中にもこいつらが出てきそうだよ。気にするな。夢の中でも倒せばいいんだよ。勘弁してよ。
なんだこりゃ。汚れが悪さしてやがったのか。その部屋だ。取ってみろ。リンコが使ってた特殊なバイクだ。すごいな。でも何が違うんだよ。霊的な侵食を防ぐ装置が積まれているらしい。これで霧を抜けられるはずだが。本当に大丈夫なのか。黙ってろ、今調べる。これ動かないぞ。まあガソリンが入ってないからな。それと特注のターボユニットが壊れてるな。こいつを動かすには大型のタービンホイールが必要だ。問題は次、冥界の香油だ。何それ。こいつはただのバイクじゃない。あの霧を通り抜けることができるバイクだぜ。あの世のオイルも混ぜてやる必要があるんだよ。それがない。じゃあそれはどこにあるの。知らん。知らないってどうにもならないじゃないか。電話だぜ。またどこかの世話焼きかもな。ついていられないので定期的に回線をつなぎボイスレコーダーの声を再生することにした。返事は結構だ。こちらの指示だけ聞いてくれ。この声、エドだ。ここにいるということはおそらくリンコのバイクを使うつもりだね。だけど冥界の交流がない。大体そんなところだろう。以前説明したけど KK、 どうせ忘れているんじゃないか。当たりだね。うるせえ。冥界の交流はあの世の干渉がより強いところで手に入れることができる。あの世がはっきりと見えるくらいの場所だ。すぐに違いがわかるはずだ。探してみてくれ。以上だ。心当たりはある？いや、見晴らしのいい場所に行って目星をつけよう。この辺りだと御岳不動産ビルがいいかもな。
リンコのやつ好き勝手言いやがって。そんなのがリサイクルショップで売ってるの？普通のやつは気づかないだけでその辺に転がってることもある。汚れた物品か。調べる価値はあるな。エドっていつもあんな感じにボイスレコーダーで会話するの？まあよくやるな。長い時は1週間くらい喋らなかったぞ。だからある時お前の後ろに忍者がいるぞって言ってやったんだ。そしたら何か喋ったの？いや、忍者に関する音声を20分聞かされた。あのバイク、すごい改造だ。そういうのが好きな奴らだからな。特にリンコはこだわりがすごい。あのバイクもそうだが、自分でロボット掃除機も作ってたな。掃除が死ぬほど嫌いだったってのが本当の理由だけどな。
の世界にだって同じように精神的そして宗教的な汚れに関する概念はある。人が死んだ家は不吉だとかその程度のことだがね。ただ日本の汚れはなぜか特別なもののように思える。より自然な形で生活に根ざしているからかもしれない。自分たちも気づかないくらいね。だから気づかないうちに汚れを貯めていくんだ。もし渋谷が冥界とつながろうとしているならそうした隠されていた汚れも一気に噴出してるだろうね。そしてまれびとを生んでいくんだ。ある意味それが本当の東京なのかもしれないな。
世界には君のようにエーテル結晶体に親和性の高い人間がいる。僕たちは彼らを適合者と呼んでいる。適合者はエーテルを吸収することによってまれびとに有効な力を発揮することができる。なぜ君のような人間がいるのか、どうしてエーテルを吸収することができるのかはまだまだ研究中だ。しかし君のような人間がいることで僕らは奴に対抗できる。悪意を持った適合者にね。さて本題だが、君にもらった血液サンプルの結果を伝えておく。AST と ALT、 それにガンマ GTP に異常な数値が見られた。酒とタバコはやめた方がいいな。それ以外に大きな発見はなし。不健康である以外は普通の人間と変わらないね、適合者も。俺にも何か買ってくれたか。買う必要ないだろ。
よし、辺りを調べてみようぜ。バイクのパーツを探さなきゃ。ガソリンとタービンホイール、それにあの世の干渉が強い場所か。お前、消費者金融になんか興味あるのか？あ、そういうところなんだ。高そうな車だ。あれならタービンホイールがあるんじゃねえか？ガソリンもありそうだね。あの鳥居だけ他と違うな。調べてみるか。目星はついた。あとはお前の頑張りだぜ。走るのは僕だからね。どこから行こうか。お前の好きなところからでいいぜ。どれだけ回り道しても最後はあの男のところに行くだけだからな。おい、いいのがあるぞ。このタービンホイールは使えないな。型が違う。これでもダメ？リンクのやつ、替えの効かないもの使いやがって。こいつら。アキト、なんとかできるか。やってみる。全部片付ける。
盾が来やがったぞ。うまいぞ。その調子だ。どんどん射抜け。やべえのは俺の方だからな。やった。矢が必要だ。今のだ最後か。よかった。KKのところに行かなきゃ。いい腕だったぜ。やるじゃねえか。まあね。お前の体の中にいた方が落ち着くぜ。それは僕も同感だよ。バイクのパーツを探さなきゃ。とりあえず他のものを探すぞ。
が壊れてるから困ってるんじゃないか。あれはスーパーカークラスの部品を使ってるから普通の車じゃダメなんだ。スクランブル交差点の地下で車の展示会をやっている。 KK なら知っていると思ったんだけどね。俺なら知っている。とりあえず行ってみるか。なんだかもったいぶった言い方だったね。どうせ俺たちが困っているのを楽しんでるんだろう。先生が困っているのは確かに面白そうだ。その時はお前も困ってるんだぜ。いいのか。このバスからビルに飛び移れそうだぜ。マジか。見えちゃいけねえものが見えちまってるな。あの世に近い場所だ。入ったら簡単には戻れないぞ。準備はいいか。覚悟はできてるみたいだな。どうだ、あの世で会いたいやつはいるか。俺は田舎のじいさんに会いて、一緒にカッパを探したんだよ。父さんとお母さんかな。なんだよお前。悪い、つまんないこと聞いたな。汚れだらけだ。江戸の言う通りなら冥界の交友もありそうだな。いつらまでいるのか。
単には手に入れられないね。付き合うしかないな。できれば早く帰りたいよ。よし、長居は無用だ。とっとと帰るぜ。誰が元に戻ってるよ。道理で帰ってくるやつが少ないわけだな。
死ぬかと思った。あの世ってのは帰ってくる方が難しいもんだからな。お前、妹と二人で暮らしてたのか？そうだよ。そうか。それなら絶対あの子を救わないとな。KK なら分かるって言ってたけど、何か心当たりある？さあな。うまくやるじゃないか。
物質も肉体もやがて消える。そして行き場を失った魂だが、なぜ消えなければいけないのか、なぜ救おうと思わないのか。私が求めているのは支配でも統治でもない救済だ。君たちを救うことだ。愛とは私の。俺にも何か買ってくれたか。買う必要ないだろ。集え、よるべなき魂。そういうことか。うちのガキが好きだった車だよ。このタービンホイールなら使えるだろう。これで全部揃ったな。アジトに戻ってバイクの修理だ。 KK の家族の話、初めて聞いたかも。話すほどのことじゃないからな。じゃあいつか聞かせてよ。僕も話す。まあいつかな。また調べてほしい場所がある。エリカのことか。あ、そこも何かあった時には向かうように決めていた場所よ。エドとは合流できなかったけど、あの子が行った可能性はある。わかりました、調べてみます。頼むわ。場所は429の屋上よ。Thank you.
いたぞ。落ちた。違う、どこかへ向かうようだ。見失うな。今回の収穫はこれだけか。凛子さんに報告はしておこう。ここにもエリカはいなかったよ。悪いがそろそろ潮時だ。僕らは渋谷を離れる。僕とデイルは生き残らないといけない。そういう計画だからね。君とエリカはまるで血のつながった姉妹か親子のようだった。僕みたいな人間からすれば赤の他人がそんな関係になれるのが不思議だったよ。 KK も言っていたけど、君はエリカを大事にしすぎた。それこそ彼女自身を否定するくらいにね。だから人間は難しいんだ。だから僕はこうやって機械に語りかけている。僕にとって人間は難しすぎるからね。血がつながっているかどうかに関係なく。その様子だとあまりいい報告ではなさそうだな。エドと合流した様子はなかった。そうか、直接父親のところに向かったのかもな。あの子は父親のことで責任を感じていた。とても強い思いだったから、私はそれが危険だと思った。だからあの子を戦わせなかったのよ。父親の元に向かったってのは合ってるかな。エド、理由は違うかもしれないぜ。どういう意味？お前だってエリカの全てを知っているわけじゃないだろう。
他にエリカが行きそうな場所はないか考えてみよう。俺だってエリカのことは気になるんだ。ああ、そうするよ。あとは外に送るだけだ。Thank you.
正体はあの世、いわゆるあちら側のエネルギーだ。だがエーテル結晶体の生成にはこの世との関係がある。人や物が終わりを迎えた時、特殊なエネルギー、つまり霊魂が移動を開始する。この世からあの世にだ。その際にエーテル結晶体は生成される。言葉は悪いが残りカスなのかもしれないな。今の渋谷はきっとエーテル結晶体だらけだろうな。今のところ霊魂の移動はこの世からあの世へと向かう、この一方通行のように思える。だがそれを覆すことは可能だ。エネルギーの移動でしかないなら逆行させることはできる、普通に考えればね。けど本当に逆行させようなんて考えるのは狂ってるとしか言えない。まあつまり僕らの敵は狂っているんだよ。説得は無用だ。もしかして増えてる？ああ、バレてた。悪いニュースだから黙っておこうと思ったんだけどな。性根が腐った奴らだな。あっちの箱を狙ってるぞ。いい奴らだとは思ってないから平気だよ。たくさんの人が。
わけないだろう。絶対に助ける。アキト、少しの間、俺に体を貸せ。修理する。うん。よし、動きそうだ。このまま敵陣に突っ込むぞ。準備はいいか？なんだよ。まあ、準備不足は命取りだからな。戦力を整えるか。
リンコからかもしれないな。あれからいろいろ考えたんだが、やはり思いつかなかったわ。あの子は父親と対決しに行った。そして死んだのよ。それしか考えられない。だからもう調べることはない。手伝ってくれてありがとう。助かったわ。そうか、満足したならそれでいいんじゃないか。ただな、俺は俺で調べたいことがあるんだ。それにも付き合えよ。ケーケー、アキト、案内するからそこに行ってくれ。あの子の思念がある。あいつはここで自分も戦いたいって言ってきたんだよ。俺があいつに戦い方を教えた場所だよ。伝えたいことがあるみたいだな。この場所、あの子の記憶なのかな。わからん。調べてみよう。何かある。エリカのものか。リンコに聞いてみるか。あれだって、気をつけろ、アキト。負ける気がしないよ。引き締めろよ。いいぞ。気づいたな。リンコに報告しに行こうぜ。
か分かったことがあるか。猫のキーホルダーを見つけたよ。覚えがあるか。私が渡したものよ。エーテルに反応するデバイスになってるわ。どこでなくしたか分からないって言ったから少し喧嘩したのよ。どこにあったの？あいつは俺に相談してきたんだ。戦いたいってな。だから戦える場所に連れて行ったことがある。そこにあったよ。知らない間に落としたんだろ。私が反対していたから黙っていたんだな。あいつは言っていたよ。みんなのために戦いたいってな。父親のことは関係ない。俺たちを助けたいから戦いたいってな。私はそれを理解してやれなかったのか。バカだな。悔いが残るよ。リンコ。誰の声？エリコ。リンコは何も間違ってないからありがとう。私のことを守ってくれて。エリコ、私こそありがとう。誤解が解けたってことかな。あいつらは仲が良かった。それはずっと変わってねえよ。Thank you.